アップルペイって使ってます使ってない <laughs> ですよね <laughs>。いやだからその僕の場合メインのクレジットカードがビザカードだからさ使えないっていうのもあるまずあるんですよね。あ<ー>まあもちろん使えるカードも持ってるんだけどうん。でもメインがそれだからまあ使う機会はあんまりないね。うん僕もまあスイカは使 iPhoneK でスイカはを使ってんだけどうん。 アップルペイ自体はあんまり使ってないんだよなぁ。うん。ID 使ったりとかはあるけどね、スイカと。うん。アップルペイ経由で。アップルペイ経由なのかどうかはか。a p アップルペイ経由というか、iPhone 経由で。iPhone 経由で。うん。まあ、まあ最近ではあんま使ってないですけどね。うん。昔なんかよく ID 使ってたから。うん。やっぱインターフェースとしてあの、スイカのあの、 スイカのタッチするだけってのが最強なんだよな。うん。あれはね、最強だよね。うん。楽だよ楽。本当そう考えると全部スイカになってほしいもんだって。まあもし、僕はあの非接触のクレカのやつ。マスターカードコンタクトですとか。うん。いやなんか僕、 前デンマークなんかあの会社のけ研修というかな中でまあ行った時にもうほぼほぼクレジットカード全部非接触でいけたんですよねなんかこうああなんかコーヒーマシーンみたいなのに100円ぐらい入れ,る入れて飲むやつがあったんですけどそのコーヒーマシーンにすら非,非接触のクレカ対応しててうんうん それはまた便利でしたけどね。s u i 的な感じで。ID 的なやつなんですか,か,イイか s u i と一緒です、完全に。完全にスイカと一緒。最近日本でも対応してるのが増えつつありますけどね。ID とかクイックペイとは違うんですかまあ多分同じですよね、ほぼほぼ。うん、どうなんだろう。クレカのブランドが直接提供してるってところかな。 技術的には一緒かも。ああ、確かにた最近あったね、そういえば。ビザタッチみたいなとか。あそう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 、そ,それです、それです。そういうやつですよね。v i s a p a y w か。とか、マスターカードコンタクトレスとか。はいはい、うん。なんかヨーロッパは結構それが広がってるっぽくて。うーん。大体、カード出して、ピッて、ピッて、かざすだけで全部決済できるっていう。うん。 っていうかビザなんで対応してなないんんだろうなんかね、それ、そういえば、なんとなく、結構、まあ、これ古い記事なんで、古いって言っても、去年の12月か。一応、なんかその辺の話が書いてあるっぽいの読みましたけど、まあ、なんかいろいろ技術的な部分だとか、うん。まあ、なんか、こう、思惑的なものが絡んで、 なんか日本ではビザをサポートしてないっていう背景があるっぽいですねあ日本だけなんですねうん日本だけなのかなまあ海外では確かできるところもあった気がするんだよね確かうん<ー>なんか結構日本だと ID クイックペイ Suica みたいな決済企画がいくつかあってそれも ApplePay 上で実装されることになって で,で、それに伴って、なんか、ああ、やっぱそうか、なんか、技術的な部分とか、なんか、そういうものに乗っかりたくないとか、なんか、いろいろ、思惑があって。ビザ的には、そのさっき言ってた、ビザタッチとか、そういうやつを、うん、もうヨーロッパとかで普及してるから、そっちでやりたいみたいな感じなのかな。うんうん、まあ、それもあるだろうね。うん。うん、っていうのがある。で、かつアップル通すと、 さっきのアプレゼが取られるからみたいなですか。そう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 。っていう、なんかいろいろな思惑があって、なんか使えないっていう話らしいですね。うーん。まあなんか。まあなんか日本はだいぶ特殊なんだろうね。<laughs> うん,うん、そうね。なんか、結構日本ってそういうところありますよね。こう <laughs>。ある。最最初に 世界に先駆けてすごいいいもの作ってんだけど、うん、なんかこうそれをうまく世界に広げられなくてなガラパゴスゴしていくっていうそういうとこありますよね何かよくあるなんかねスイカとかそういう技術もすごくよくできてるからうまくなんか世界標準的なものところにさ持っていければよかったんだけど、うん、でもなんか標準世界標準的なものにはなってないですもんね あとなんていうのかな ?ID とかクイックペイもそうだけど、なんか中途半端なプラットフォームっていうか、んていうか。あれもなんか結局、いろんなカードを束ねてる一つのなんか、抽象化したレイヤーじゃないですか。んていうか。抽象化したインターフェースというか。で、あれが標準になればいいんだけど、標準になってないから、なんか、その抽象化した、なんかその中途半端なレイヤーを束ねるさらに上位のレイヤーみたいなのが。 あるよような状況だと思うんですよねアップルペイの下に ID クイックペイっていうのがあって、うん、ID クイックペイの下に楽天カードとか、うん、なんかそういうのがぶら下がってるみたいなうん、うん、<laughs> なんかそういうのもよくあるなと思って <laughs>、うん、なんかねもうちょっとそういう日本だけじゃなくて世界をもうちょっと見たものっていうのが最初から視野に入ってるかどうかっていうのはやっぱ大きいのかな。 うんまあ、メルカリとかはねそういうのを頑張ってやろうとしてるんだろうけどまあ日本だけでビジネスの規模として結構、まあ、大きいっちゃ大きいからそれで十分ってなっちゃうのがそうなっちゃうんでしょうねうーんまあでも結局本当にそれができてるのって中国とかアメリカぐらいなんだよねうん、うん、まあねアメリカは割とそういう感じでゴリゴリやってたけど最近もう 人口的な意味でそのパワープレイしてるのが中国ですよねやっぱりうん中国マーケットでご利用しするといけるっていう <laughs> スイカなまあ僕は結局 <laughs> 日本国内にいる分にはスイカが一番最強だなと思って <laughs> うん全ての決済はスイカでやってますね <laughs> 僕も結構最近スイカでやってること多いな ペイペイとかはどうなんですかねうんまあペイペイしか使えない店だったらペイペイ使いますけどねあそうなんだ現金よりはマシって感じペイペイ全然使ってないけどうんまあペイペイ加盟店手数料は無料なんじゃないっけ有料になったんだっけ いや、まだ無料じゃなかったっけな。なんか結局ズルズル伸ばしてるよね、確か。手数料、加盟店手数料。まあ、あれば使うな、PayPay。PayPay 使うとしたら、p a y p a y l i g っていうアプリが出たら使うかもしれないな。どういうこと <laughs> でも、このアプリが好きじゃないから、僕。 <laughs> なんでだから使わない別に僕も好,好きではないんだけど、<laughs> なんでそんな別に嫌わなくてもいいじゃないですか。<laughs> えいや嫌,い嫌いでは。何が嫌いなんですか <laughs> いやもうなんか言うまでもないけど。<laughs> 言うまでもないと思ってるんだけど。<laughs> いや別によくはないけど、そんな別になんていうの感情を、なんていうの, <laughs> な,んいうの <laughs> なんとか、払うだけのなんか付き合いじゃないですか。<laughs> なんでうか。<laughs> うん、分かりにくくないですかっていやいや、うん、いやまあそうなんだけど <laughs> そんな深く使わなくないですかなんていうか <laughs> 起動してスキャンボタンを押すだけの関係性ですけどね僕はペイペイとああ<ー>何か何ができるとことかは全然知らないです他に <laughs> やろうとも思わないし、うん 僕はもうスキャンすらやろうとも思わないから。<laughs> そこ別にいいじゃん。<laughs> そんな。<laughs> いや、僕からしたらただのクレカのインターフェースでしかないですよ、PayPay ペイペイは。うん。まあ、QR コード、ね、レカにクレカ用の QR コードリーダーというインターフェースでしかない。うん。だから別に何の感情もないですね、PayPay ペイペイに対して。 ただ、ペイペイっていうのは嫌ですけどね。<laughs> いや僕はもうそういうところあるから。LINE も, <laughs> も使ってないし。<laughs> <laughs> LINE も使ってないし、p a、ね、ペイペイも使ってないし。<laughs> 特殊な人になっちゃうじゃないですか、<laughs> そうしていくと <laughs>。僕はもうそういう特殊な人で貫き通すから。<laughs> 他の便利さを享受できるなら何でもいいと思ってます <laughs> まあでもなんかこの前ちょっと所さんと話してたけど、うん、その PayPay ペイペイで支払うんかよく僕のそのオフィスの近くの中華美味、うん、しい中華屋さんがあるんですけど、うん、そこに毎週金曜日はだいたい所さんとランチに行ってるんですようん、うん、でそこは一応 PayPay ペイペイ対応しててうん で僕が大体それ以外の曜日はまかない作ってるから、うん、その金曜日のその中華屋さんでは大体所さんが支払ってるんですよ PayPay ペイペイでうん、うん、でもなんかこう PayPay ペイペイの支払いって、まあ、いくつかあると思うんだけど、うん、なんかこう QR コード読み取って、うん、でこう金額入力して払いましたよみたいなのをこうお店の人に見せる感じじゃないですか、うん これでいいっすねみたいな感じで,で支払いましたよっていうの、うん、でもそれだけの確認だとまあ本当にそれだけしか確認してなかったらなんか偽アプリ作ってごまかせるよねっていう話をしてて、うん、そうっすね <laughs> 同じ側のなんかそれっぽいアプリ作って、うん、まあ店舗側でもちろんねちゃんと確認してればいいんだけどまあしてないでしょうねそれがし,してなかったら、うん、そのなんかそれを見せるだけだと ごまかかせるよねっててて話を確とさんとしてて、うん、それはどうすんだろうねって話をちょっとしてたんですよね。まあかなり性善説ですよね。だまそうと思えばいくらでもいろんなだまし方ができるなと思う、うん、僕も <laughs>、うん、僕も思ってた。あれってでもその加盟店側にどれぐらいのリアルタイムでそういう情報が回ってくるんですかねうんどうなんですかね。 あんまりやるタイムで確認してるような素振りを見たことはないですけどね。うーん、まあね。それができないからそうなのか、単純に忙しいからやってないってだけなのか。うん、わかんないよね。人によっては画面見せてるのに見てくれないときもありますからね。<laughs> <笑><笑>それど、どういうことなのそれ逆に何で。何で OK されてるわけ えいや一応僕も打ち,打ち間違いとか怖いから一応こうやって「うん、はい」って言って見せてるんですけど、うん、なんかちらっと一瞬見ただけで、うん、ありがとうございますみたいな感じで終わるときもあってまあでもなんかそれって結局偽札と一緒の話なのかもしれないななんとか現金でも別にそれって偽札というものを作れば騙すことはできるわけじゃないですか PayPay の偽アプリっていうのも一緒なのかなとああ で結局、偽札も、まあ後からその店員さんを騙すだけだったら結構簡単だと思,って思うんですけどうん、うんまあ、でも後からこれは偽札だってなったら分かるわけでいやーまあでもなんか隠すのが難しそうだけどねまあね偽札,、まあ、偽札も気をつければこう指紋つけないようにとか、うん、その監視カメラに見えないようにとか、うん、まあもしかしたら監視カメラないところを狙うとか、うん、まあそうやっていけば ななかなか難しいっていうのはあるかもしれないけどなんかより分かんなくない何かこう何も手元に残らないっていう情報がそのお店側にああだからんつうか日本だと多分偽札っていうのはだいぶ難しい部類に入ると思うんですようまくよくできてるから、うん、紙幣がねうん、うん、だけど多分結局中国とかって偽札が横行してたりとかしてるから QR コード決済っていうのができててそういう意味では、うん、その 通貨も QR コードのによる決済もなんかあんまその危険度が変わらないリスクが変わらないのかなっていうまあだからお,お店側がちゃんと確認してればね問題はないけど、うん、その自分たちのプラットフォームというか自分たちの端末で確認してればね問題ないんだけど確認してない場合だよねうんやっぱりでしかもなんかその顧客情報というかさ お店に何人来たとか何何、何回出したとかさ、料理を、うん、そういう情報も記録しなかったらさ、埋もれるわけじゃん、その例えば、その日に1000人ランチで来て、なんか一人飛んでる、まあ、なんか一人飛んでるかどうかっていうのがわかんない可能性あるんだよね、ちゃんとつけてないと、その辺を <laughs> でもそれ現金も一緒じゃないですか。うん、まあ現金も一緒なんだけど、うん、なんかそう、そ、まあ、現金の話はさっきの,その偽札の話だと思うんです。はいはいはい だけ余計なんかそのデジタルでその自分たちの手元に何も残らないっていう状態、うん、まあ偽札の場合だったら偽札が残るわけじゃん。ああ、なるほどね。手元あなるほどね。だけどデジタルだからさデジタルでしかも見せるだけっていう状態になってたらなるほどねより分かんなくなってしまうんだよ、ね。後をつける手段がなくなるっていうことね。そうそうそう。しかもなんかこうこそううそなんだろう例えばそのペイペイで支払った っていう顧客情報は後からもらえるとしても、うん、それとは別になんかこう何人さばいたっていう情報を残してなかったら、うん、なんか分かんないと思うんだよねその多いのか少ないのかっていうのはあとでちょ辻褄合わせられないっていうか,確かに追跡ができないってことまあその今、まあ、だいぶ最悪なケースと言ってるかもしれないけど、うん なんかそうなってくるともう完全犯罪みたいになっちゃうっていう完全犯罪っていうかねもう食い逃げが後をつけ足を残さずできるってことですよねそうそうしかもでも食い逃げされてるかどうかも分からないっていう可能性があるんだよねうん <laughs> 店舗側がそれに気づけないっていう可能性ももしかしたらあるかもしれない <laughs> <ん>そのまあ確かにただただ PayPay ペイペイのあこの日はこんだけ売れたんだぐらいのしか情報がないから PayPay ペイペイに記録されないわけじゃ偽アプリでやってそうね だから PayPay ペイペイとは別になんか顧客情報っていうのを、まあ、どれぐらいさばいたのかっていうさ伝票なりそういうのを持って照らし合わさないとなんかその食い逃げがあったかどうかっていうのが判別つかないんですよねまあだから結構なんつうか <laughs> そういうレアケースエッジケースは多めに見た上で成り立ってる <laughs> システムかなとは思いますけどね、うん まあでもなんか、その中華、僕らが言ってる中華屋さんでもその自分たちの端末で見てるのかなっていうのが分からないから、うん、た多分でも見える見れようと思えば見れるんでしょうね。まあね。じゃないと結構厳しいですよね。普通に考えたらデジタルでやってるわけだから、リアルタイムで反映してほしいですけどね。してほしいし、してないとなかなかそれを使おうってならないような気もするんだよな、うん。 からまあ、本当はできるんだろうけど、お店側がその辺のなんか手間を省いてるのかもしれないし、うんでもそれは結構意外とまずいことなんじゃないかなっていうのを、なんかこの前、そのランチ帰りに話した。<laughs> <laughs> <laughs> うんまあ、だからかなり性善説の上に成り立ってるんだろうな。でもリアル、うん、リアルの商売ってそういうものなのかなとも思えるけどね。うん 逆にスイカとかクレカとかが結構きっちりや,やりすぎてるとも言えるのかもしれないですけど <laughs> うーんでそ,のその結果が加盟天寮っていうのに跳ね返ってきてるわけだからまあでもなんかちゃんとした方がいいですよっていう啓蒙をした方がいいんじゃないですかっていう話を所さんとして <laughs> <laughs> どういう立場だ <laughs> 所さん偽アプリ作ってやってみてくださいよって <laughs> <laughs> どういう立場なんですか <laughs> いやあお店を救いたいっていう立場ですどっちかっていうと PayPay のためとかそういう話じゃなくて、うん、<laughs> お店の人がさそういうので騙されちゃう可能性あるわけじゃん <laughs> だからなんか偽アプリ作って一回やってみて ほら、騙されたでしょ。つつって <laughs> こういうリスクあるからっつって。ほら <laughs> そうそう、ちゃんと確かめたらいいっすよっていうのを <laughs> 言った方がいいんじゃないみたいな。<laughs> なんか、お店のことを思って。<laughs> なんか、ハッキングする人の言い分みたいな。あれだな。<laughs> いや、ホワイトハッカーだから。ホワイトハッカーね。<laughs> うん。それで騙し取ろうとは思ってなくて。で、ちゃんと返金してね。<laughs> いや、別に、え、返金 いや,いや別にちゃんと支払うんだけど、うん、その一回その偽アプリでやってみて俺だまされたじゃんみたいな <laughs> やってこう体験してもらうっていう <laughs> 何の話そうすることによってこうお店側にああちゃんとやんなきゃいけないなっていう啓蒙を行うっていう <laughs> <laughs> まあでも実際営業に来た て無料だからとりあえず入れますってところが多いんだろうなとは思いますけどねうちの母親もなんかまあちょっと小売り店やってるんですけどうん、なんかまあ愛知県の田舎の方でそこにも PayPay ペペの営業が来て PayPay ペペを勧められたって言ってましたふんそれぐらいなんか小さいお店にもいろいろ営業かけてるみたいですね PayPay ペペは。 うんまあなんていうか営業力があるからね、うん、ソフトバンクは <laughs> なんでペイペイの話してんだろう <laughs> <laughs>